またウォーニーだ。2人がつく。スピンムーブだ。これを決めてきました。クロスショットでもらう。ちなみに今回イーストアジア戦っているフィリピンは6個のファールが認められています。台湾も6個できます。オープンだ。さあ外から打って。おお決まりません。おおカルタマヨ。おわエンドワン。ここで大きなプレー。カルタマヨがもらう。のこのディフェンス、おーおーブロックショット。スティールも非常にこのチームは多いんです。昨シーズンも3位というスティール。うわキャッチャーのシュート、ウォイリオンのシュート。さらにウォーニーだ。ウォーニーダンクだ。ボス&ダンク。下田この辺りからでも打ててしまいます。いわゆるココナッツ3と言われるココナッツの辺りから。おしオープン。ただドライブでいった。やるとフィニッシュ、うん、そうだったと思うんですよね。こちらの狭き門なんですけども、これねよくこれも完全こうやって韓国のね、うん、あの強豪とかも沖縄リーグで見れるわけですよね。そうですね。こういう機会も本当にこの間ドンチッチもいましたしね、うんうん、今村一応ファンブルです、うん、ダブルドブルではないです。切る選手が求められます、うん、なるほど。サリウク1点リードで、さあ時間を、おーっとプこのチェ・ウォンヒョクも素晴らしいディフェンスの選手なんですが、ウォーニーがダンク、ボスサンドダンク決めてきて、時計の中、うわー、そのままロッカー下がっていった。ウォーニーはそのまま走り抜けていきました。このディフェンスもすごかったけれども、ちょっと4クォーターまでファールトラブルはなさそうと思っておいた方がいいでしょうね、早速では。追う展開の打球、フローター、うわー決めてきました。1点差。ちょっとショットクロック表示がね、今乱れてますけれども、はい、あ今ちょっと一気に進みました。あ、消えました。レイバック、いやまたウォーニーだ。オープンになる、マサキ。どうするか、クロー。マサキだ。松脇が打って決めていきました。ハンドオフで岸本へ渡す。今村へ、今村がこの距離を打って決めていきました。ボディテイクなども入れながら浮かせて、あっダリウープ気味に行きましたが入りませんでした。オジェヒョン走ってきた。いいレップ岸本。うわこれもスティール、ま、ダリウープすごいな。このスティールが脅威です。そしてもう一回戻してオジェヒョンだ。今村からビッグロー。まさき。あすぐでもオジェヒョンくる。またオジェヒョンだ。なんとかなんとか打ってこれを決めた。激しい試合になっています。わー頼むだ。よし。ミスがありました。おーいいパス。おーノールク。ノールク。また1点差です。琉球は佐賀とのゲーム2、さらに渋谷とのゲーム2もいずれも接戦でしたが、おお、マッキーと、マッキーが決めてきた。ワンコのステリアの得点で、いやーこれもスティールだ。ターンオーバーが多くなっている。まただ、ワンドワン。さあここ決められると同点に追いつかれるというと。ウォーニーダブルチームいく、ベースラインからキックアウト、キャッチャーシュのフェイクから聞いてる聞いてる。ウィリアムズがここから打った、これを決めてきた、逆転だ。いやいいディフェンスでしたけどね、ウィリアムズの外。ウィリアムズの 38.2% おービクロービクロー。ノールックでステップバックスリーが決まりません。パークだ。パークウォーリーのブロックショット、ファウルありません。走ってくる走ってくる。岸本ドライブからパーク、いやしかしウィリアムズだ。これもスティール、用意できてなかった。リフレクション、ただウィリアムズ、そしてウォーリーがまたボス&ダンク、またウォーリーできた。キングス、このバンズパック、これですよ。ウィリアムズ、このまたスティール。ちょっとチームでのスティールが非常に多い。そしてもう黒だ。そしてカークやづける。よし、スメン誰で取り切りました。一回もベンチ下がってないですね。そうですよね。今村だ。ここでこのスリーポイント、今村啓太、今日の素晴らしさですよね。
チームトップの得点。ここでもスリーポイント守った。さあ45秒切ります。おお打ってくる。そしてビッグローが、ああしかしエアボールだ。オージェヒョンがかわしてくる。オージェヒョンが自ら決めてきた。エンドワンだ。オージェヒョンが今度はオフェンスでも見せました。こうですね。今30秒切るというような感じでありますが、もうちょっと長いかもしれません。ビッグローからビッグローで行く。ビッグローで来た。うわ同点。エンドワンだ。やり返した。そしてエンドワン、よく決めた。そうですね、やり返しました。ビッグロー、ビッグローとのワンオンワンだ。体を当てて、ゴーニーが、さあ決まらない。しかしゴーニーがこれを決まらない。守った琉球。いやーリーグ戦同様この